たった3万程度で偉そうに。そんな小銭いらねえよ。クスクスと笑いながら、長男夫婦は私を見下し、ひどい言葉を浴びせてくる。生活苦だと言うから、10年もの間、長男夫婦を支えてきた。定職に就く様子のない2人を見ても、文句をぐっとこらえ、どうにか手助けできないかと模索してきた。それがこの有様だ。どうして私は、こんな人たちの手助けをしようなんて考えてしまったのだろう。いつかは私の気持ちが届き、長男夫婦の態度も柔らかくなると信じていたが、そんな時はこれまで一度も来なかった。それが明確な答えじゃないか。10年という私の時間を、そして大切に貯蓄してきたお金を奪い、それでも、まだ足りないと、はした金だと笑う2人に、腹が立たないはずがない。10年間、私は何も言わず、長男夫婦に尽くしてきた。けれどそれも、今日で終わりだ。私の名前は香織、50代の主婦だ。夫に先立たれ、一人で暮らしている。私たち夫婦の間には息子が一人いるが、長男は大学卒業と同時に家を出て、今はとある女性と結婚し、家庭を築いていた。長男夫婦の家は近くにあるのだが、実のところ私と長男夫婦の仲はあまり良くない。長男夫婦はいわゆる訳ありというものだった。大学卒業後、一般企業に就職した長男は、同じ企業に勤めていた長男嫁と結婚した。長男嫁は結婚と同時に、寿退社し、専業主婦になった。しかし、それから1年と経たず、長男は仕事を辞めてしまった。何でも、上司とトラブルになってしまったそうだ。すぐに新しい会社に転職できると考えていた長男は、たった一度のトラブルで、これまでのすべてを投げ捨ててしまった。しかし、世の中は長男が思っているようには動かなかった。仕事を探しても探しても、長男に会うものは見つからず、長男は、とうとう仕事をするということ自体を諦めてしまった。かといって、長男嫁が仕事をする様子はなく、長男夫婦は、ものの数ヶ月で生活苦に陥ってしまった。そんな長男夫婦を支えるため、私は微力ながら、月3万の仕送りを送ることにしたのだ。長男夫婦は、私の仕送りに涙を流しながら感謝してくれた。そんな長男夫婦がいつか生活苦から脱却して自分たちの力で生活できる時が来ればと願う日々だった。しかし、10年経った今、私の月3万の仕送りはありがたくもらえているものではなく、もらって当然のものと化してしまっていた。例えば、ある月は親戚の行事などで忙しく、毎月仕送りを渡している日に長男夫婦に会う時間が取れなかった。するとその日の深夜、けたたましくインターホンが鳴り響き、長男夫婦が家を訪ねてきたのだ。母さん、ちゃんと仕送りを渡してくれなきゃ困るよ。年を取るとそういうところまで忘れちゃうの。長男がそうからかってくるが、私は連日の疲れと眠気で頭が回らず、仕送りはまた今度渡すから今日のところは帰ってほしいと伝えた。すると長男嫁が顔を真っ赤にして、毎月のことなんだからちゃんとしてくれないと困ります
いくら姑だからってそんな態度が許されると思ってるの？なんて怒鳴り、私の胸元をつかみ上げた。急な出来事に一気に目が覚め、結局その日のうちにすでに用意してあった3万円を長男夫婦に手渡した。最初からそうやって素直に渡しておけばよかったんですよ。お母さんに手をあげるなんて私だってしたくないんですから。そうだよ、頼むからおとなしく俺たちの言うことを聞いてくれ。これから先母さんがボケていったら母さんの手助けをするのは俺たちなんだから、今のうちに恩を売っておいて損はないだろ。あまりのずうずうしい態度にカチンときたが、ここで言い返して横暴な態度をとってしまえば長男夫婦のプライドを傷つけ、会社を辞めた当時の長男のように二度と自分たちで立ち上がることができなくなってしまうかもしれない。そう考えた私は文句を言いたい気持ちをぐっとこらえ、ごめんなさいねとヘラヘラと笑いながら長男夫婦の言葉をそのまま聞き入れた。今思えばこの時から私の態度は間違っていたと思うけれど、私の中では長男夫婦にどうにか持ち直してほしいという気持ちがあまりにも強く根付いてしまっていたためにどうしようもなかったのだ。長男夫婦との嫌な思い出はそれだけではなかった。ある日仕事中、ご近所でもよくしていただいている方から連絡が来た。香織さん、ちょっといいかしら、お宅の息子さんたちがね。え、すみません、すぐに伺います。話によると、ご近所さんが買い物から帰ってくると空き巣に襲われた痕跡があったそうなのだ。さらに防犯のために仕掛けていたカメラの映像を見てみると、その犯人はなんと長男夫婦だったという。部屋は荒れていたが、幸いにも物を盗まれた痕跡はなかったことと、私と長男夫婦の事情を知っていたために通報を控えてくれたという彼女は、ひとまず私に連絡することにしたそうだった。私は仕事を早退し、急いで長男夫婦に連絡を取り、3人で謝罪に伺った。本当にすみませんでした。そう何度も頭を下げる私と反省の様子を見せない長男夫婦。その姿にご近所さんは顔をしかめていたが、今回は物を取られなかったこと、そして侵入のために割ったガラス台は私が弁償することで話がついた。しかしその帰り道、長男夫婦はとんでもないことを言い出したのだ。年寄りってなんでこんな心が狭いんだろうな。ちょっと物を貸してもらおうってだけだったのに。長男に思わず、え？という言葉が出たが、そんな私に目もくれず、長男嫁も口を開く。そうよ、私たちが何したっていうの？そりゃガラスは割ったし、家は荒らしたけど、結局何も盗んでないじゃない。それなのにあんなに叱るなんて、ひどいと思わない？そんな長男嫁の言葉に、長男も、そうだよな、とうなずく。一体何を言っているんだろうと、目の前に広がる光景を受け入れられず、終始、私は黙っているだけだった。この時も長男夫婦におじけつかず、自分の気持ちを言った方が絶対に良かった。そうできなかったのは私の弱さとも言えるだろう。それからも長男夫婦の横暴な態度が目についたが、幸いにも私以外の人に迷惑をかけたのはご近所さんの一件以来で、大きな揉め事を引っ提げてくることはなかった。だから私も努めて冷静に穏やかに、長男夫婦がいつか
普通の人として自立した生活を歩めるようにおとなしく仕送りを渡し続けたし、欲しいものがあるとねだられた時には私が買える範囲のものであれば買い与えるなどしていた。長男は人付き合いに使うための遊び道具を、長男嫁は周りに見劣りしないためのブランドの品物を、だんだんと二人の要望をエスカレートしていき、見境なく何でもかんでも私に頼ってくるようになった。それはお金という範囲を超えて、家に来て家事をやってほしいと仕事のない休日に呼び出され、休む間もなく働かされるようにもなった。生きていく上でお金は必要なものだ。彼らには自分でお金を稼ぐという手段も意思もないために、私が支えるほかなかった。だから、どれだけ疲れていても、仕事には一生懸命取り組んだし、仕事で疲れていても、長男夫婦に頼まれた家事はこなしてきた。その結果、私の体はかなりボロボロになってしまっていて、目の下にはクマができ、肌は荒れ、めまいとともに過ごすのが日常となってしまっていた。そんな私を長男夫婦は化け物みたいだと笑った。長男嫁は私に指を指し、女を捨てているとも言った。そんな心ない言葉に反抗する余裕すら私には持てなかった。もう限界であることはなんとなく察していた。でもそれでも私が歩き続けなければ、働き続けなければ、長男夫婦も私もろともダメになってしまうと思ったから、精一杯踏ん張って、どうにかこうにか歩き続けてきた。本当はもっと早く誰かに頼って、すがって、もう頑張りたくないと思っていた。そんなある日、長男夫婦の家で家事をしていると、些細なことがきっかけで喧嘩になってしまった。連日の疲れが癒えず、私も気持ちに余裕がなかったからこそ、長男夫婦の行動一つ一つが目に余ってしまったのだ。そんな私に、長男嫁はこんな言葉をかけた。たった3万程度で偉そうに。そしてそんな長男嫁の言葉につられたように、長男はそんな小銭いらねえよと、今日も甲斐しく渡していた3万円を私に突き返した。仕送りしたいならもっとマシな額を持ってきてくれないと。長男夫婦はそう私を見下して笑う。その言葉が私の背中を押した。わかりました。じゃあ、やめますね。これから先のこととか、長男夫婦のこととか、そういうことも一切考えず、言葉が勢いのままに出た。そんな私に、長男夫婦は、え?と首をかしげたが、帰るために荷物をまとめ始めると、途端にケラケラと笑い出した。母さん、冗談を言うのもやめろよ。俺たちがいなくなったら、母さんは天涯孤独になっちゃうんだぞ。大事な長男夫婦を手放して、一人ぼっちで生きていくなんて、育児なしの母さんにできるわけないだろ。お母さん、いつの間にそんなに冗談が上手くなったんですか?でもさすがにそんな冗談笑えませんよ。一瞬焦ったじゃないですか。私の言葉が勢いのままに出たあまりに、本気で仕送りをやめるつもりなんてないと高をくくった長男夫婦は、さらに私を煽ってくる。できるもんならやってみたらいいよ。でもそしたら俺たちも母さんとの縁を切るから。天涯孤独で生きていく勇気があるならどうぞ。
ちょっと、育児なしのお母さんにそんなことができるわけないでしょ。今の言葉だってすぐに撤回したくなるわよ。私がどれだけ追い詰められているかも知らないで、ひどい態度を取り続ける長男夫婦を見て、私はようやく目を覚ますことができた。こんな長男夫婦に仕送りを送って、欲しいものを買って家事をしてやって、そんなことをして一体私に何の利益があるというのか。むしろ損ばかりさせられているじゃないか。私の気持ちにつけ込んで駒使いのように扱って、限界が訪れてもこの態度。長男夫婦は確かに戸籍上私の家族ではあるが、この態度を取るような二人を私は家族として認められなかった。悪いけど本気だから、その言葉後悔しても知らないわよ。私がそう言っても、長男夫婦は冗談として受け取ったのか、クスクスと笑っている。できるもんならやってみろよ。でもすぐに後悔するんだろ。未来がもう見えてる。そんな長男の言葉が私の闘志に火をつけた。絶対にこいつらを地獄に落としてやる。そして私という存在がいかにありがたいものだったのか。そんな私に対してこんなにも横暴な態度をとることがどれだけ許されないことか思い知らせてやる。荷物をまとめて家に帰る準備をしながら、どう地獄へ落としてやろうかとそればかり考えていた。手始めに私は宣言通り長男夫婦にしていた援助をすべて断ち切った。仕送りも他の金銭的な援助も家事の手伝いもすべて。これまで長男夫婦のためにと生きてきた私からすれば、長男夫婦のことを一切考えないこの行動は初めてすることに等しかった。長男夫婦のことを考えず、ゆっくり休むことができる。そしてお金は自分のために使い、家事は自分が満足できる程度にすればいい。それだけのことがどれだけ幸せなことなのか、身をもって体感することができた。長男夫婦は私が彼らと縁を切り、天涯孤独の身になるなんて絶対に無理だとか言っていたが、むしろ逆で、他人に支配されず生きられるこの生活は10年の間求め続けていたものそのものだった。さらに私はもう一つ長男夫婦を追い詰めることにした。実は長男夫婦が今住んでいるアパートは生活苦に陥り、もともと住んでいた家を追われてしまった長男夫婦の代わりに私が契約してやったものなのだ。もちろん家賃も私が支払ってあげていた。長男夫婦への一切の援助を断ち切ると決めた手前、家賃を手助けしてやっていたんじゃ言動に行動が伴っていない。そう考えた私はアパートの管理人に連絡し、契約を取りやめてもらうことにした。管理人も私たちの事情はよく知っていてくれたので、柔軟な対応をしてくれた。1ヶ月後には長男夫婦はアパートを出ることを余儀なくされ、もしできなければ警察に届け出るという約束もしてもらった。その日の夜、長男夫婦に連絡し、1ヶ月以内にアパートを出ていかないと警察沙汰になるとメッセージを送った。するとすぐに既読がつき、5分とただずして電話が鳴り響いた。母さん、一体どういうことだ？アパートを出て行けって、それじゃあ俺たちはどこで暮らせばいいんだ？電話に出てすぐに長男がそう怒鳴りつけてくる。その向こうでは
長男嫁がヒステリックを起こしている声が聞こえてきた。どういうことも何も、忘れてしまっていたかもしれないけど、そのアパートの家賃、私が払っていたのよ。あなたたちへの援助は一切断ち切るって話だったんだから、契約だって切るに決まってるわよね。援助は一切断ち切る？そんなこと俺たちは認めた覚えがないぞ。仕送りをやめるって話で、それ以外のことは続けるんじゃなかったのか。長男から発せられたあまりにも甘えきった言葉に、と声が出て笑ってしまう。私にあんなひどい言葉を言っていながら、仕送り以外の援助は受け続けるつもりだったなんて、長男夫婦のあまりにおめでたい考え方にめまいがした。私はこれまで長男夫婦に好き勝手に扱われてきた。嫌だと言ってもおとなしく引き下がらない長男夫婦の言いなりになりながら、お金も時間もすべて差し出してきた。それもこれもすべて長男夫婦に自立した生活を送ってほしいという一種のわがままのような願望のような、そういうものだった。でもそれは間違っていた。長男夫婦はどこまでも甘えきった性格の持ち主だから、甘やかせば甘やかすほど図に乗るだけだったのだ。だったらこちらの立場を明確に示しておとなしく言うことを聞かせた方がよっぽどよかったに決まっている。仕送りをしてやったのも、それ以外でも金銭的な援助をしてやったのも、家事をしてやったのも私。どう考えたって長男夫婦より私の方が立場が上で、長男夫婦はそんな私に頭を下げて敬意を向けなければならなかった。それなのにあろうことか長男夫婦は私を無下に扱い、駒使いとして、便利な道具として、 ATM として好き勝手に扱い、私をここまで追い詰め、そしてあろうことか疲れ切った私を笑った。どうしてそんな長男夫婦のために身を粉にして頑張り続けてしまったのだろう。理不尽な態度を取られても受け止めて、何も言い返さず言いなりになって、そんなことをしたって彼らは私の気持ちに応えることもなく、むしろ私に甘えきって好き勝手に過ごすだけだったのに。限界が訪れてようやく長男夫婦がどれだけ卑しい人間で、どれだけ自分勝手な行動を繰り返していて、そして私を家族として認めていないのかが理解できた。長男夫婦は私を道具としてこそ見ているものの、家族として見てくれることなんてこれっぽっちもなかったのだ。どうしてもっと早く気づけなかったのだろう。こんなにも限界を感じるまでどうして尽くし続けてしまったのだろう。どうして信じ続けてしまったのだろう。過去の私の行動が哀れに思えて仕方がない。長男夫婦がいつか自立すると信じてがむしゃらに頑張り続けた私、そんな私は何の意味もなさなかったのだ。過去を後悔する気持ちと同時に長男夫婦への憤りが湧き上がってくる。こいつらには一度ピシャリと言ってやらなければ納得できない。これまでの罪を認めさせて謝罪させなければ満足できない。そう感じた私は再び口を開いた。仕送りはやめるけど他の援助は続ける？何甘えたこと言ってるのよ。そんなわけないでしょう。私の言葉に長男はでもと続ける。しかし私はでもじゃないとその言葉を遮った。いい？あなたたちの生活はずっと私にかかっていたの。私の機嫌を一つでも損ねて、私が
あなたたちを助けたくないなと感じたら、あなたたちはもうそこで終わりだったのよ。よかったわね、私がおめでたい頭を持っていて。あなたたちがいつか自立してくれるかもしれない。いつか私の手に頼らなくても生活苦から抜け出せる時が来るかもしれない。そんな期待を持ち続けてくれるような優しい母親で。そうだ、母さんは優しい人だ。だから俺たちのことだって本当は見捨てるつもりもないんだろ。あの時は売り言葉に買い言葉で、今も言ってしまったから撤回できなくて、だからこんなことまでしてるんだよな。いいよ、俺たち母さんを許すよ。もうあんなひどいことを言わないから、また一緒に家族として頑張ろうな。バカ言ってんじゃないわよ。私はもう目を覚ましたの。どれだけ努力して頑張ってあなたたちを支えようとしても、あなたたちはそもそも自立しようって気持ち自体がないのよね。私に甘えて、私のおかげで楽な生活をさせてもらって、そうやってこれから先も生きていこうと考えてたんでしょ。私の指摘に長男は焦ったように訂正を入れる。そんなつもりじゃない。俺たちだって自立したいとは思っていたさ。だけどできないんだ。仕事を探そうって気も起きないし、それは嫁だって同じで。俺たちなりに頑張ったんだ。それでも無理だったんだよ。長男の言葉に思わず笑ってしまいそうになる。自分たちなりに頑張ったなんて、どの口が言うんだか。ここ数年、長男夫婦の動向を見守っていたが、二人は仕事を見つける様子も、節約して生活する様子もなく、私に甘やかされて毎日悠々自適に過ごすばかりだった。それのどこが自分たちなりに努力したというのか。それに聞いてくれ、母さん。俺たち本当は母さんにすごく感謝しているんだ。言葉にはうまくできなかったけど、母さんはいつもいつも俺たちのために尽くしてくれて、俺たちを守ってくれて、母さんのおかげで生活できてることは俺たちだって分かってたよ。母さんがいないと生活できなくなるんだなってことも。だからまたやり直そう。母さんにだって俺たちが必要だろ。え？何言ってるの？必要じゃないけど。かたや10年前に起こしたトラブルをいつまでも引きずって定職に就こうとしないまま遊んでばかりいるニート。かたやそんなニートを叱るでもなく支えるでもなく、自分勝手な行動ばかり繰り返す専業主婦もどき。そんなあなたたちを私が必要としているですって？そんなわけないじゃない。あなたたちなんていない方がいいわ。あなたたちがいるから私がどれだけ辛い思いをしたかわかる？毎日毎日あなたたちのためにお金を稼いで、そうじゃない日すらあなたたちのために家事をして、そんな暮らし辛くないはずがないじゃない。そんな生活を強いられてまであなたたちと家族でいたいなんて考えるほど、私はもう愚かではなくなったの。そんなひどいこと言わないでくれよ、母さん。俺たちには母さんが必要なんだ。母さんみたいにずっと支えてくれるような人がいなきゃ、俺たちは。これだけ自分の言葉を伝えても私の意見を聞き入れず、自分の意見を押し通そうとする長男。さて一体どうしたものかと考えていると、途端にちょっと貸してという声がして、電話の向こうで長男夫婦が言い争った後、もしもしお母さんですか？と長男嫁が出た。お母さん、私も息子さんの自分勝手な行動には嫌気がさしていたんです。普通男って外で働いて家を支えるものなのに、息子さんは私のために働かないで遊び歩いている始末で、どうしてこんな人を夫にしてしまったんだろうって毎日毎日後悔してたんです。私だって息子さんに騙された被害者なんです。
お母さんと同じ被害者なんです。だからどうか私だけでも助けてください。お母さんがいないとダメなんです。あろうことか長男嫁は長男を切り捨て自分だけでも助かろうとしてきたのだ。あまりの態度に唖然としていると長男嫁はさらに言葉を続けた。私にできることだったら何でもします。駒使いでも何でも好きに使ってください。お母さんお願いします。私を見捨てないで。そんな言葉を最後に電話の向こうで再び長男夫婦が言い争い電話の取り合いをする声が聞こえてくる。あまりのうるささに顔をしかめていると何かにぶつかってしまったのか電話が切れてしまった。それから長男夫婦から電話がかけ直されることもなく数日の時が流れた。長男夫婦はあの一件以来夫婦仲がかなり悪くなったようで離婚しそれぞれの人生を歩むことにしたらしい。お互いにお互いを責め慰謝料まで請求しだしたために離婚するまで揉めに揉めたそうだ。離婚した後二人はそれぞれ私と連絡を取ろうとしてきたがその時にはもうすでに私は二人の連絡先をブロックしていたため二人の言葉が届くことはなかった。長男はあれから工場のバイトを昼夜問わずするようになりそれでなんとか生活しているらしい。一方で元長男嫁は泣きながら元義実家へ逃げ帰りこれまでしてきたことを元義両親に話すとこっぴどく絞られたそうだ。元義両親に連れられて元長男嫁が謝罪に来たが終始泣いていて何を言っているのかよくわからなかった。私はそれから自分のための生活を送っている。10年という長い間長男夫婦の存在に縛られ自分の時間を大切にできたことが一度もなかったため自分本位の生活というものはあまりにも新鮮でそれと同時に魅力的に見えて仕方がなかった。長男夫婦を失い私は天涯孤独の身となってしまったがそれはそれでいいと思えた。これから先の人生何があるかわからない。もしかしたら何かのきっかけで自分本位の生活が送れなくなるかもしれない。それまでの間だけでも自分のためだけに生きていこうと思う。